モードルイスはカナダのフォークアートの画家である。田舎の風景、動物、草花をモチーフに明るい色彩とシンプルなタッチで温かみと幸福感のある絵を描いた。カナダで愛された画家の一人である。ルイスの人生のほとんどが貧しい生活であり、生涯を通してノバスコシア州のヤーマス軍とディグビー軍のみで暮らした。彼女は正式な美術教育を受けたことはなかった。 彼女は1903年3月7日に、ノバスコシア州、ヤーマス郡で、モード・キャスリーン・ダウリーとして生まれた。彼女は、若年性関節リウマチを患い、生涯にわたって、手足が不自由で体も小さかった。身体障害者に対する差別もあり、途中で学校教育を中退して、ホームスクールに切り替えたほか、同世代の子供と遊ぶよりも一人で過ごす時間が多かった。 家族の前でピアノを演奏するなど、家族と家で過ごすのが、最も楽しい時間であった。毎年、母親と共にクリスマスカードを作り、友人や近所の人たちに売っていた。1935年には、父ジョンが、1937年には、母アグネスが亡くなる。当時の監修により住居は、兄が継ぐが、兄夫婦は離婚し兄が家を出る。モードは、叔母と暮らすために、 同じく、ノバスコシア州のディグビー郡へと転居した。ディグビーへ移って、すぐ、彼女は、魚の小売業を営むエベレット・ルイスと出会い、1938年に結婚した。夫婦は、ディグビー群マーシャルタウンの小さな住居で暮らし始め、体の不自由なモードに変わり、エベレットが家事を行った。世間でのエベレットの評判に関わらず夫婦の絆は強く、 モードは誇りに思っていた。エベレットはモードが描くことを奨励する。魚を一軒一軒に売るのと同時に、モードのポストカードを25セントで売り、やがて彼の顧客から評判が上がる。そしてモードのために油絵のセットを購入する。モードはやがて壁、ドアキッチン用品、インテリアなど、小さな家の中の描くことが可能なあらゆる表面に絵を描き始めるようになった。 ルイスケの前には、ペインティングス・フォー・セールと書かれたボードが掲げられた。1945年から1950年にかけて、ルイスケを訪れた人々が2ドル、または3ドルで絵を買うようになる。彼女の絵は、やがて7から10ドルで売れるようになる。1964年には、カナダの雑誌、スター・ウィークリーで紹介され、カナダ国中の注目、翌1965年。 CBC のテレビ番組テレスコープで紹介される。新聞、雑誌などにも頻繁に取り上げられ、遠方の人々や色々な人々から絵画の注文が来るようになる。注文者の中にはアメリカ大統領のリチャード・ニクソンも含まれていた。テレビ番組の中でアトリエが欲しいことを語ると、それを視聴した隣人によりトレーラーハウスを寄贈される。 トレーラーハウス内はモードによって彩色された物品で溢れかえるが、なぜかトレーラーハウス自体には何も描かれなかった。二つの絵が1万6000ドル以上で売られるなど、彼女の絵は多くの人々の関心を集めるが、関節リウマチの病状は徐々に悪化する。トレーラーハウスも使われなくなる。モードは1970年に病院で亡くなった。彼女は頻繁に病院に通う。 生活の合間を見つけては、家の隅で絵を描き続けていた。彼女は、夫エベレット、そしてその両親と共に葬られており、墓石には、結婚前の旧姓である、モード・ダウリーと刻まれている。1979年、家に強盗が入り、その際エベレットは亡くなる。晩年、エベレットも、絵を描いていた。ほとんどの絵のサイズは小さく20センチメートル、25センチメートルで、 ある。4 1ンチ5 1トルの絵が3枚だけ確認されている。茶壺、ティーポット、チリとり、クッキーシート、焚き火ストーブなど家庭内のほとんどの物品、扉、雨戸、外壁、壁紙、家のあらゆるものがモードのキャンパスだった。内全体がモードの作品である。モチーフは自分の住む田舎の風景、動物、草花、 などであった絵画手法は、まず輪郭を描き、絵の具のチューブから直接キャンパスに描いた。色を混ぜることはなかった。原色が多く使われるが、バランスの良い配色がされている。遠近法が用いられることはあるが、影は描かれない。素朴で明晰な画面。動物はユーモラスに描かれる。移築されたルイスケアの正面の壁には、いくつかの 小さな常緑樹が不規則な配置で描かれていた。家の大きさはわずか43.8平方メートルで、たった一つの部屋にキッチン、ソファ、テーブルが配置され、ロフトに寝室を設けていた。電気、水道はなく、暖を取るのには料理用の焚き木ストーブが使われていた。それでも壁、ドア、キッチン用品、インテリアなどあらゆるものと場所が、 明るい色の絵の具で彩色され暖かな雰囲気を醸し出していた。1970年にモード、1979年にエベレットが亡くなった後、家の状態は悪化する。ィグビー軍の人々は家の保存、維持、修復のために市民グループ、モード、ルイスの家を保存する会を設立する。長年このグループは、 資金の調達に努めるが、より大きな組織に委ねることが、家の保護に重要であると考えるようになる。1984年に、家は、ノバスコシア州政府に売られて、ノバスコシア美術館の管理下に置かれることになる。1996年には、カナダ文化遺産省と地元の銀行、個人の寄付により、資金を調達し、家の内部の物品も含めた徹底的な保存。 修復作業が始められた。元の色や形を失ったものも多かったが、1965年に放送されたテレビ番組の取材テープを参考に、最良だった1965年当時の状態に復元された。完全に修復された家は、モードの絵画と共に、ハリファックスのノバスコシア美術館の屋内中央に移転され常設展示されている。 マーシャルタウンのモードルイスメモリアル家の移転後、家があった場所には記念モニュメントとして、元の家と同じサイズの家が建てられた。ブライアン・マッケーリオンが設計し、ケルビーニメタルワークスにより作られたそのモニュメントは、モードルイスの芸術表現の手法とは、かなり異なっている。鉄骨のフレームが、モードの人生の現実の暗い側面を伝え、色のハイライトが、 モードの世界の無邪気なビジョンを示すというものである。モード・ルイスとその夫、エベレットの絆を描いた作品が、幸せの絵の具、愛を得モードを演じたサリー・ホーキンスは、絵本作家の両親を持ち、自身もイラストレーター志望だったが、役作りのために素朴派画家の絵画クラスに数ヶ月間、通ったほどだった。背中を丸め、縮こまった手で絵筆を握る姿はモードが、 乗り移ったかのようだった。妻への愛と尊敬の念を武骨に隠すエベレットには、イーサン・ホークがキャスティングされた。ホークは、本作出演後に、モードの作品を2点購入したほどだった。監督は、アシュリング・ウォルシュが務めたが、ホーキンスとは2005年の TB ドラマ、K の城以来の再タッグとなった。作品は、ベルリン国際映画祭をはじめ、世界の名だたる映画祭で上映された。 中でもカナダのアカデミー賞に相当する第6回カナダスクリーンアワード主演女優賞、助演団優賞、オリジナル脚本賞、編集賞、衣装デザイン賞の7部門を受賞した。2007年11月27日に放送されたテレビ東京の番組開運。何でも官邸団において大橋巨船がモードルイスの作品を持参した。大橋巨船が モードルイスの絵に一目惚れし、入手に至るまでの経緯とともに、モードルイスを紹介する VTR が放映された。2018年2月1日から3月29日の発週に、渡り、カナダ大使館、高窓宮記念ギャラリーにて映画を記念した、特別展、幸せの絵の具合を描く人モードルイス映画展が、開催された。当初は3月13日までの予定だった会期は、 延長された。伸ばす腰や美術環境力のもと、モードが花柄を描いた実物のクッキー缶のほか絵画の複製や映画の撮影に使用された小道具などが展示された。ありがとうございます。